どうも、手の赤焙煎所です。はい、ということで、プロトキオです。まあ、ラファさんが、じゃあ、ということで、ラファエさんの動画視聴タイムということでね、まあ、ちょい待ち、そっか。今からラファエルさんの動画を見ます。で、問題の動画を見ます。で、まあ、手かい、ほんと手赤やばいな。まあ、問題の動画あるかな。シャネルの、何？シャネルの自販機っていうのがあるんだ。これね、まあ問題になってる。まあ一応低評価教えてます。ディオールカフェで全品注文したら、周りのセレブがドン引きしたっていう。ごめん、ローディング長いからいいや。で、店のナイフをパクったって感じ？何これ？何をまん。いや、俺はいいと思うんだけどな。外の価値観が狂ってるから、なんだろう、これを見て、万引きを誘導してるとかいうバカはいないと思います。よく言いますよね。何かを見て誘導しているって言うけど、まあ、そんなバカ何だって見たらやりますよ。なんすかそれ。オウムみたいな人間いませんよ。さすがに。いや、それ、これで万引きを誘導してるってコメント見つけます。まずは。あると思うんすけど、そういうコメントなかったな。ディオールの格を下げたね。まあ、ラファエルがこんなことをしただけじゃ、ディオールの格は下がりません。はい、下がりません。ディオール様、どうかお客様の品格を見て入場制限してください。このようなお方いると、はい、情弱も読む価値ないです。はい、お方がいるとじゃないんですか？お方いるとってな、ど方みたいに言ってんじゃねえよ。お方いると、ブランド価値が下がるような気がします。お願いです。はい、ディオールのコールセンターに行ってください。ということで、ラファエルのコメントに論破していきたいと思います。歌舞伎の悪ノリってたまにガチで気持ち悪いな。ほんまに。気持ち悪いな。お前の方が気持ち悪いよ。ほんまにって言ってる方が。まあ、歌舞伎の悪ノリっていうか、これは台本だからね。だから、ラファエルの台本気持ち悪いって言った方が、正確には合ってると思います。で、おいおい、わら。Oh my god。歌舞伎の悪ノリってたまにガチで気持ち悪いよな。これはラファエルの台本を気持ち悪いってさっき言ったね。はい、おもちゃ。自分にまずいかけてお客さんにはかけないってなんでびっくりマークつけるんですか。アホなんですかこいつは。
お客さんにかけてない。まあそんだけセレブが嫌いだったらんでね、セレブ風でしょって言って、だからみんな金持ち嫌いでしょっていうのを誘ったけど、その結果ダメだったってことだよね、ぶっちぎり。だからそのみんな金持ち嫌いでしょっていうので、そうだよねって賛同を得たかったのがこの動画だと思います。だからモザイクかけてないんだと思います、これはね。もしくは全員桜か、はあ、お前お店の雰囲気、お前お店の雰囲気悪くしてるよ。オーバーハンドもガヤガヤ、もともと雰囲気もクソもねえよ。そうかな、お前お店の雰囲気悪くしてるぞ。何都会に憧れてるヤンキーって、これが都会っていうよりセレブに憧れてるヤンキーとかじゃないの。なんか都会に憧れてるヤンキーってちょっとよくわかんないな。都会に憧れてるヤンキーってなんかな、日本語おかしくない？どこの部分が都会に憧れてるのかと。なんか難しいっすね、日本語。ちょっとよくわかんないです、この人が言ってることは。なんか都会に、どの部分が、全体的に、店自体、都会に憧れてるヤンキー。店員が都会に憧れてるヤンキーなのか、ラファエルか歌舞伎がやる。まあ、ラファエルが歌舞伎なんでしょうけど、どの部分がヤンキーなのか、よくわかんないっすね。ちょっとね。そういうのがわかんないんだよ。主語がない、コメントには。ネタだと分かってても、分かっていても全く面白くなかった。まさにそれ。ラファエル仕事辞めてつまらなくなったのは事実。仕事辞めたからつまらなくなったっていうのは違うよね。そりゃ、なんか仕事辞めるっていうことは、こっちが安定するってことじゃん。でそれまでは、ハングリー精神の気持ちでやるわけじゃん。上に行こう、上に行こうと。頑張るわけじゃん。それは面白いですよ。ねえ。やっぱ、だからっていう理由で、仕事辞めたからつまらなくなったんじゃなくて、人気になったからつまんなくなった。100万人行ったからつまんなくなったんだよね。単純に言って。やっぱりさ、もう100万っていう数字目指すって言ってたわけで、その自分の目標に到達してしまったっていうのになってしまうと、もう顔ブツブツでキモいな。で、それに到達してしまったっていうと、人間の成長が、ここで、自分の進化が問われる時なんですよ。これより上に行くか安定を求めるか。まあ安定を求めちゃったんでしょうねって感じで、なんかなーなーな感じでやっちゃってる。やってやってるんだぞっていう気持ちが強いんだと思います。最悪な客。まあ、誰が店員への態度悪すぎ。見損なったわ。そのまず YouTuber なんてそんないい人種じゃないんで。あなたたちもあなたたちですよ。こういう変な動画を見て、見損なったわっていう、同じようなコメントがある中で、同じコメントをする？それに、それなだったらまだわかるんですよ。同じコメントしかあなたたちは書かないのかと。ね。ね。コメントいらないじゃん。もう自分と同じ意見のコメントがあったら書かなくていいと思わないの、みんな。無駄じゃん。だったらそれなでその人に返信すればいいと思う。それで終わりじゃん。それなんか100件続いたら100人の同じものを思ってる。いいねがいっぱいあったら自分もそう思ってるって考えなのに、なんで、こう、同じコメントが多いのかなと思います。まあ、これが YouTube キッズの特徴でしょうね。何これ、なんか喧嘩されてると思ってた。謎の上から目線。じゃあ何目線で言うんだよ。これで論破した気持ちになってますけど、いやー、ハゲウスラさん、あなたすごい上から目線ですよ。所得も多分ラファエルさんの方が多いですし、納税もしっかりしてる人に上から目線っていうのはどうかと思う。まあこれがね、ネットですから。ね、お前は神かと。神がいっぱいいるんですよ。まあ、日本だからしょうがないか。八百万だもんね。いやでも1億体くらいはいないと思いますよ。神だと思ってるやつが多すぎるよね。
見損なったわってね、勝手に期待して勝手にこうやって切り捨てていくのが YouTube の特徴ですよ。迷惑な客だな、おい。非常識の極みに一言尽きる恥。いや、それ昔からでしょ。ねえ、昔の、なんで、なんかあったじゃん。もう街中ゴロゴロ転がっていく映像だって非常識の極みじゃん。なんで今更になってそうなの？気持ち悪いよね。気づくの遅いよね。どんだけ頭悪いのって話じゃん。まずラファエルは非常識だから人気になったんじゃないの？うん。禁断ボイスかで。接客業やったことある人はこの動画心よく見れないだろうな。来てほしくはない客だよね。ていうか、歌舞伎はもうモザイクいらないだろう。みんな知ってるしな。はっきり言って、うざいね。許可取ってるからって言ってるけど、許可取ったら何してもいいわけじゃないよね。これ何していいわけじゃないっていうか、まあ、自分の作りたい作品を作ったらこうなってしまったってだけであって。まあ、許可取って、この言い草だと、殺し許可取りました、殺しましたっていう許可と何してもいいわけじゃないよねって思うね。あれはね、でもね、確かにね、想定外ですよね、あのことは。非常識、でもね、非常識の極み。非常識の極みって何なんでしょうね。極めてないでしょ、まだ。非常識の一言に尽きるならわかるんですけど、極めてはないですよね、非常識。非常識というか、そういうものっていうのはそこがないんですよ。なんで極めてはないですよ、ラファエルさん。確かに非常識ですけども。あ、なんか俺肯定してるみたいに聞こえちゃうけど、なんか非常識の極みの、非常識の極み、この一言に尽きるって言えばいいの。非常識の極みの一言に尽きる恥ってね。なんか丸を2回つけるっていう、なんかもう文がぐっちゃぐちゃですよ。ね、アスキーアートとかで恥って書けばいいのにね。恥をいっぱい連ねて。そんなのもできねえ。加藤純一。エモンだな。TPO を打っ、あ、 TPO、 時とところと場合に応じて服装。 TPO ね。時と場所、場所に応じた方法、態度、服装等の使い分け。あ、それが TPO っていうのか。YouTuber に TPO なんてねえだろ。何そんな求めちゃってんの、YouTube に。あ、これ違う。これ配信者のニュース見てる。はい。ダメだな。全然ダメだ。待機が少なすぎる。TPO をわきまえられてないのがすごく伝わる動画。遊戯ボーイ。銀座でこんな格好は恥ずかしいなっていうのは確かに田舎の考え方だよね。
嘘つきの歌舞伎がいると動画見たくなくなるって言ってるんですけど、この人コメント書いてるってことは動画見てる。すごい強気。これに許可出したのなら、ディ・オールカフェにドン引き。ブランドイメージ。ああ、もうまたクソみてえなさ。失楽だろ、どうせ。読みずれんだよ。失墜かよ。なあ。もう、なんか知識人分だよ。読めねえんだよ。ゴミ。なあ。こういうなんかさ、俺に分かりやすいように書けよ。ステと立ち迷惑だろうな。この動画を見て笑えなかったら何、この動画を見て笑えなかったら俺の民度が低いから。おいおい、わら、許可取ってネタにやってるのは決まってるなってみんなの明日の動画からコメント承認してしまってくださ、あの、民度があなたが低いから笑えないんじゃなくて、コメント欄の民度が低いだけで、これが笑えないから民度が、これが笑えなかったら民度が低いってわけじゃないですよ、皆さん。アホだな、こいつも、ボケがよ。なあ、これ論破ですからね、一応。あのね、コルバルト君とは私は違うんですよ。まあね、誰？あ、これね、サブヤマサブオ。この動画を見て、多分これね、あのメインアカウントがもう一つあります。このね、捨てアカできました。怖いのかな、そんなにね、コメントするのが。店員への態度はネタじゃないよな。元からこういう性格なんだろう。だからそれもネタって言ってんじゃん。ねえ、ネタじゃないよなって。決めつけんねん、おめえがよ。いや、マジでこれ。これってどれや？まだそれならわかるけど、これって。これこれ。生さん TV。ああ、動画投稿したか。11本しか上げてない。フェイトグー。11本しか上げてない。なんで11本でみんなやめんだろう。ピエールエメって俺知らないんで、エルメは知らないんですけど。なあ。ただ無知なだけってお前が知ってるだけだろ。なあ。うん。知りませんから、私は。ただ無知なだけだろって言ってるけど、それはあなたの知識がすごいだけで、俺は知りませんからね。うん。有名じゃないじゃん、俺が知ってない時点で。俺が知ってない時点で、それは有名じゃないからね。ね、神だね。違います。ディオール様、あ、これもいいや。歌舞伎いるし、ちょっと態度がね。歌舞伎いるしってすんの。不愉快ですよね。自分が勝手に映されてたらと思うとゾッとします。いや、引きこもりは外出ないんで大丈夫です。はい、出禁になりそう。いや、出禁になりますよ、そりゃ。そりゃ分かりますね。みんなに叩かれて泣いてて笑った。いや、泣いてはないんじゃないですか。泣えるって言葉が分からないですかね。これ泣えるって言葉か。お願いだ。気持ちが泣いている。泣いてはないでしょうね、多分。泣いてはないです。まあ、何をもって慣れているかっていうのは難しい問題ですけども、旦那が金持ちは言えてる。あ、歌舞伎が本当に下ネタネタでやってるって言っても、他の動画でも同じ。これはネタかネタじゃなくないか見分けられなくて当たり前だ。いや、当たり前じゃないんじゃないですか。よくわかんない。いい歳してこの態度は痛すぎ。ほら、すぐやめた方がいいってさ。なんすか、次に何か責められたらやめた方がいいってさ。察することができない視聴者が悪いっておかしくない。みんなの問題じゃないけど、もう囲いと仲良くしてればいいよ。あ、でもこれは普通にいいと思いますね、この意見は。俺は、私はいいと思いますよ。うん、もうグーの音も出ないですよね、これ言われたら。あれ、俺何落としたんだ。あ、ペンか。なんでずっと思ってたの。セレブ風でしょ、確信をついた一言だ。
この店員に謝りな許可取ってるからとかの問題じゃないと思います。私も飲食店当たりますが、マジ周りに迷惑だと思います。ラコさんならいいねでしたけど、なんで周りの客にもたく。でもやっぱぶっちゃけこの動画はおかしいよね。うん。やっぱちょっとラインを超えてだよね。超えてしまった。うん。マナーを破ってしまったっていうのはダメだよね、やっぱり。TPO。でもこれはみんなが言ってることが一理ありだと思いますよ。でも柴田がムカつくのはさ、なりきん YouTuber はすぐ物を無駄遣いする説とか言ってるけどね。まあ、悲しいっすよね。またダルビッシュ本物と対決することになりました。これも先延ばしにしてるから、すごいね。あんま面白くないよね、柴田ってね。ほんとこいつつまんねえよな。まあね、配信でもパッとしないし、プロレスでもパッとしないから。まあ、俺何もパッとしない。俺も何も言うことじゃないけど。なんか、YouTube で金稼げてもね。って話。金は稼げるけど、もうね。やっぱね、ラファエルはやりたかったな。ただその全商品注文とかそういう全全ての何々っていうのにちょっとスパイスを入れたかったんだと思う。でも頭がっていうか面白い才能がないから、こういうそのなんつうんだろう、面白くする才能ができない。やっぱ素人だからまあこういう結果になってしまったと。そういうセレブのとこに行ってこういうのをやったって面白くないじゃないですか。どうやって面白くする？あ、じゃあこっからはどうやってこの企画が面白くなったか、面白くできるかっていうのに考えていきましょう。まあセレブのところで TPO をわきまえるっていうのも当然ですね。はい。なんかバリバリのスーツで行くみたいな。田舎もんかよっていうので最初に笑いを作るみたいな。まあ、これはありきたりすぎるけどね。まあまずそれでね。みたいな笑いを入れていくのもいいかもしれない。で、真面目に食べる。で、店員さんに、その、フォークと、その、ナイフの持ち方、間違ってますよ。みたいな感じでもいいんじゃない？うわ、やっぱ田舎もんだ、みたいな。田舎もんアピみたいなのも入れてったらいいと思いますよ。ずーってスープ吸って、いや、そう、おたたちダメだよ、みたいな感じで。田舎もんアピみたいな、そういうのでよかったんじゃないかなって思うけどね。てか、まずこの企画自体がつまんねえね。ぶっちゃけ、まだヒカルの方が面白いよね。こういうのっていうのは個室を使ってっていうのが大きいの。なんでだろうな、中途半端にさ、格式が高すぎるところだからこういうのができないんだよ。アホだなって思うわ。個室のとこでやればさ、まだ良かったのに、金がないんだよ。そんなに金がないんだよな。ディオールカフェとかもなんかもうレベルが違うじゃん。なんか個室に入れる人ってなんか資産100億とかそれくらいなさないと入れなさそうなとこじゃん。絶対個室があったとしてもね。なんか超絶ブラックカードみたいなの持ってると、あ、わかりました、個室でご案内しますみたいな、個室でご案内しますみたいな、なんかこのディオールの有料アプリ5万円みたいなの入れてないとみたいな感じとか、すごいなんか5万円じゃ安いな、なんかそういう華い金持ちじゃないと個室には行けなかったんだ。だから中途半端だったからダメなんだよ。だったらまだ安楽亭で、元を取るにはっていう。あ、でもそういうのもいいね。はい、ということで、今回は安楽亭で元を取ろうぜ。なんかね、もうこれ、絶対テレビのパクリなんですよ。ね、パクリなんですけど、やっちゃおうわ。レディーうーん、みたいな。つまんないよな。こういうのに手出してさ、最近ラファエルがつまんないっていうのはさ、やっぱ案件入れるくせに1日1本なんだよ。で、それに加えて明日の動画がエロ系っていうね。このエロはね、ほんとつまんない、もう。
え、最近面白いって思った動画？ない。なさすぎる。あ、でも忍者グッズこれ見たいわ。ね、俺の嫌いな YouTuber 発表は面白かった。普通に。タブキンが死ぬって分かんなかった、俺は。ヒカルでも殺すのかなと思ってたから。真面目に殺すと思ったらやっぱネタだった。なんかね、見てなかったんだよ、俺。久しぶりにラファエル見たから、あ、真面目に乗ろうのかなって思ったら、歌舞伎で、まってなって、いい変な死に方。で、今日の動画も提供。で、4時間前は伝説のホスト、頼朝さん。まあ、知らないけど、まあ、聞いて。まあ、俺、モテない男子だから、まあ、聞いて。いいわけじゃない。で、ネクストやめるドッキリ。何かやめるドッキリで本当にやめちまえばいいの。うん。え、やめる。え、マジやめる。いや、ダメ、やめろ。ドッキリ返しドッキリ。あ、わかりました。うん。本当にやめさせたらいいのにな。こんなやつ。な。確かに、ラファエルは頭がいいのは分かるんだよ。なんでかって YouTube ね、でもね、ラファエルはこれから面白くなっていくと思う。なんでかって YouTube がもう稼げなくなるっていうのが分かってるから、その、今のうちにいっぱい稼ぐわけよ。で、資産を築いてから稼げなくなったらしっかりと昔に戻る。だから、俺ぶっちゃけ、ラファエルのやってることはすごい賢いことなの、案件仮面って。うん、俺これでいいと思う。で、これでマジで稼げなくなったんでやめなってぶっ殺すけどね。うん。これで稼ぎなくなったんでやめますって言ったらもう許さない。本当に許さない、俺は。マジで。それは許さないからね。まあ、俺みたいなことだけど。で、俺それでなんだろうな、その、一本の動画あたり100円だけでもいいから、とか喋りだけ動画、べしゃり動画だけでもいいから、いいし、1週間に1本だけでもいいし、それくらいでもやってってほしい。うん。それだけでもやってってほしいわ、ラファエルさんには。ね。だって昔だってお金が入んなくたってさ、やってたわけじゃん。まあそれはお金が入るために頑張ったのかもしれない。でもこれでやめたら本当に悲しいよ。俺、ラファエルさんってさ、面白いし、人間ってまた面白くなれる。YouTuber っていうのはただ、今みんながもうすぐ稼ぎなくなるっていうのが分かってるから、今稼ぐだけで当然のことなんだよ。だから提供もっとやっていいんだよ。で、メグインさんは気づくのが遅かった。だから最近提供いっぱいやってんじゃん。で、ラファエルはやっぱね、頭が切れ物だし、提供、ヒカルも切れ物だから、やっぱしっかりとやってて、今後ね、いや、1年後、2年後、確かに職業はなくなるかもしれない。職業としてはなくなるかもしれないけど、YouTuber って職業はなくなるかもしれないけど、YouTuber はなくならない。あ、でも YouTuber はなくなるんだけど、YouTube 動画投稿者っていう枠はずっと残り続けると思うんだよ。うん。だから、職業はなくなるけど、もうね、なんだろう、本当に1再生 0.0001 円とかになって、もしくは、登録者1000万人以上の人のみとか、提供、1本3000円みたいな時代が来た時には、やっぱ面白いものをするっていうのにシフトチェンジしてくれれば、俺はもう全然、俺いいと思うしね。でもね、それをみんな狙ってんだよ。だから今つまんないのはみんな来られてください。うん。だから俺、でも確かに今はつまんないけど、当然だと思うよ。だからみんな待て、忍ぶんだ。うん、石の上にも3年だから。3年。あと3年経てば面白いラファエルさんが見れますよ。確かに YouTube だから YouTuber はなくなるっていうのはそういうことなんですよ。だから YouTuber はなくなるけど YouTube はなくならない。うん。俺これだと思うな。だから俺こっからワイワイやっててくれる。だから禁断ボーイズはやり方間違ってるよね。本当に動画大好きなんだろうね。うん。だからその自分がやりたい企画みたいな。数が伸びる企画っていうか単純にやりたい企画だよね、禁断ボーイズ。数がやるやつだったら毎日投稿してんじゃん、禁断ボーイズだから。だから職人に近いって言ったのはその通りなんだよね。もしくは収益が上がる月にドバって出すか。まあそれでもいいけどね、俺は。うん。でもやっぱね、継続するためにはこういうのも重要なんで、だからみんな提供するなって言ってるかもしれないけど、これはね、しょうがないんだよ、みんな。苦しいんだよ、YouTuber っていうのは。今しか稼げない。今、YouTube バブル。もう弾ける。その状態で、だからね、もっとやっていいと思うよ、週。うん、提供、ラファエルさんは。俺はもっと見たいもん、ラファエルさんが。1年後、2年後、3年後。
うん、でも10年後には配信者も YouTuber もなくなるらしいからね。うん、でも頭いいやつはもうやめるよ、 YouTube なんて。でも俺そういうの嫌だな。俺は YouTube でお金は稼ぐつもりはないけど、みんなからもらいますね。あのまあまあ人気になったらみんなからこじります。あの月に1人絶対100円、絶対100円で、非登録者1万人いたら絶対に100円、絶対登録したら絶対に100円を振り込む。うん、で100万円月いくじゃん。うん、まあ、もしくは1000人100万、あーでもない、違う、1000人だけで、1000円で10万円か。うん、チンコかゆいな。100万だね。うん、あーでも、あー50万か。もし1000人の人に500円だけでもいいから、そういうシステムにすら負担が少ないじゃん、500円だったら。で500円でいっぱい見れる、毎日生放送もするって言ったらすごい画期的だと思うよ。うん、俺これがいいと思うよ。だから再生回数もやるけど、だから俺が暮らしていくためだけにこじるってやり方、パトロンみたいな。でもそれで、あでもな、そんな感じがいいな。やっぱりこじき、こじきでもいいから続けたいんだよ俺は、 YouTube を楽して。うん、癖。足草、足の爪で赤くせ。まあ、そんな感じだから俺妥当なんだろうな、ぶっちゃけラファエルがやってること。じゃあラファエルじゃない、やってることじゃないとおかしいだもん。いいと思いますよ、ラファエルさんがやってること。でもラファエルさん中国なんですけど、まああなた頭いいんでわかるでしょうけど、 YouTube すごい稼げない、マイナスになってくると思いますけど、 YouTuber になったからは人生を YouTuber に注いでください。ヒカルさんもそうですよ。そういうの許されませんから。まあ、禁断ボーイズとピンキーさんはずーっと統合していくと思いますよ。はい。でも、まあ、ラファエルさんも統合するかな。でもヒカルさんは辞めるでしたっけ。へえ、それでいいんすか。ね。見られなくなったら辞めちゃう。いいんすか、それで。ね、まあ、そういうのは悲しいっすよね。稼げなくなったから辞めるって。それで辞めたら、俺、クズって読みますからね。でも呼ばれてもいいとか言ってます。本当に俺許さないから。YouTuber やるんだったら最後までやってほしい。でも、なんだろうな、それ財政難とか、自分に危機があったらね、もし自分にすごい余裕があるのに、やめるっていうのはダメ。で、もう本当、金欠だ、もう無理だって言うならやめてもいい。うん。だから、ね、そんな感じで、みんなもね、今 YouTuber が提供するのは当然です。逆にウームクリエイター提供しなさすぎ。ウームはバカですね。ラファエルが一番頭いいです。ウームはバカ。うん。ウームクリエイターバカ。ウームクリエイター、聞いてる？みんな、ラファエルみたいに提供していいんだよ。うん。目先の金でいいんだよ。もうすぐ終わるんだよ、YouTube。だったら、今金稼ぐしかないじゃん。ラファエルの考え方は目先の金じゃないんだよ、これは。目先に終わるんだよ。目先に終わる YouTuber っていう、YouTube ジャパンでの YouTuber って職業が終わるんだったら、目先の金取っといた方がいいよねっていう、至極まっとうな考え方、うん、だと思いますので、まあ、長くなったね、雑談でした。